はレンジフードの交換のリフォームであるお宅にお邪魔してます。素敵なお宅で、美術館みたいで、ここにはこんなカラフルな彼さんもいて、ゴッホの絵と、何ですっけ、ダディ、お邪魔します。これ電源がですね、だいたいこの上にあるんですよ。上の方があんな感じで何もない状態になりました。順調に外せる。順調に外すのは順調なんですけど、はい、下地入れて普通だったらもうこれ平らな。そうですね。あ、そうなんですね、が直結だったということで、線と線を 直で結ぶのがいけるなと思うんですよ。あ、法律とかそういうのでですか。はい、そうですね。はあ、それ でコンセントをつけて、はい、コンセントです。コンセントが今つけていただいて、ね、あ、レンジフードの外のダクトの口に合わせてこの穴を開けておりました。開口をされています。いよいよ新しい換気扇の取り付けになります。これが新しい部品です。しっかりはまりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。今換気扇の本体がちょうどはまりました。今から何をされるんでしょうか。コーキングです、ね。コーキング。あ、ここの甲ですね。あ、この縦まで。間を埋めていく作業。そうですね。まあ、ライトグレー、このメッチで言うたらライトグレーでもいいかなっていうのがあるんですけど、白の方がまあ、後々無難な誰でも持っているような。ああ、誰でも持っている。今配線もつないで動作確認ですね。無事に動きました。おー、しっかり回ってます。
終わりました。ありがとうございます。ではレンジフード新しいものが付け終わりました。はい、はい、付け終わりまして、しっかりコーキングもきれいにされてます。はい、毎日忙しい君だから穏やかなひとときをプレゼント、僕は君の笑顔の味方。ありがとうございます。おうち快適サポートではこのようなレンジフードの、交換のリフォームから、まあ、シンクだけの交換とかそういうのもいろいろ行ってますので、ぜひランディングページなどご確認ください。今日の動画はいかがでしたか？この動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントもお願いします。次回もまた見てくださいね。